パスタ。これこっちの？マサたちのチーズのパスタ。これじゃない？フランス田舎風ポテトグラタン。これです。イシのミニクロワッサンサンド。あれ？あれですね。これは？これは？ローストビーフがなんかお好みの厚さにカットしてカット決めよう。してクレソンとお皿で盛り付けましょう。作り方を参考にみんなで準備して食べてくださいね。はーい。頑張りましょう。では、いただきます。いただきます。皆さん、この番組を見ている人にも味が伝わるように素敵な食リポをやってみてください。おっと、何でやればいいの？切ったらしーちゃんとひよちゃんが作ったドレッシングをあえたサラダです。食べます。今食リポ中だ。食べます。お味はどうですか？ちょっと待って、食べる。おいしい。なんかこれドレッシングをね、なんかいろいろ混ぜて作ってたんですけど、はい、これ売れるぐらいおいしいドレッシングです。サラダもシャッコ、野菜もシャキシャキしてて、うん、いい。ダメだ、ダメだ。私の方がないしある。こちら夜ご飯でございます。これがバターとチーズのパスタで、これがサラダ。そう、あ、サラダ。めっちゃ色とりどりでね。でこれがね、なんか牛のね、なんかミネストローネかな。で、ポトフ、これポトフ。これがグラタン、ポテトグラタン。それとポトフだよ、サラダ。じゃあ、箸上げ。もう確かペルペル。トマトがすっごい。皆さん、食レポありがとうございました。ママの味。